古北正規丘の一農村風景三農とは、農村、農業、農民を指し、三農問題とは、中華人民共和国における農村、農業、農民の問題を特に示し、経済格差や流動人口等を包括した中国の社会問題となっている。三農の概念は、経済学者の温鉄群博士が、1996年に提出した論文が書出であり、 その後、だんだんと、メディアや官庁で広く使われるようになった。2000年、古北省官理研基盤共闘委員会初期である、李昌平が、主要起総理に、農民は本当に苦しんでおり、農村は本当に困窮しており、農業は本当に危険である、といった内容の手紙を提出した。その後、産農問題は広く使われるようになり、2001年には、 産農問題の文言は公文書に盛り込まれることで大陸の理論会や政策を決定する階層の人間が用いる術語となり2003年には中国共産党中央委員会において正式に産農問題を工作報告に書き入れられた農村の労働者が退去して都市に向かい農村の人口が減少した江南の某農村背景として 都市と農村の収入格差が増大していることが挙げられる。中華人民共和国国家統計局によると、改革開放が始まった1978年における、都市住民の一人当たり過処分所得は343元、農村の一人当たり準収入は134元で、格差は2.55、1倍、1985年では、 都市住民の一人当たり賃金は690元。農村の一人当たり準収入は397元。双方の格差は1.741であったが、2005年には、前者は1493元なのに対し、後者は3255元に過ぎず、その格差は、都市、農村イコール3.221となり、この20年で、都市、農村間の収入格差が拡大した。 改革開放以来、農村では人民公社から生産責任制へと移行し、農村産業化が進められた。同時に、中国の農産品は外国の農業大国との競争にさらされ、家族単位では市場競争に勝つことができず、農民は手元にある農産物を売りに出せない現象が発生した。1992年、当昌平の南巡講和以降、 中国経済が成長し始めたが、中国経済の成長と比較して第一次産業は、成長とはほど遠く、第二次産業、第3次産業が成長した。農民は、農業で十分な収入は得られないと考え、農村から都市へ出稼ぎに出かけた。しかし、都市には農民に提供するほどの職業は、十分にはなく、都市に向かった多くの農民は、都市内部に集中し、 農民校となった。結果として農村の生産性は下降した。さらに多くの農民が都市に食探しに来るようになる悪循環が続いた。農業の発展が中国経済の正常な発展に直接影響し、また中国の総人口の約3、4が農村の人口であることから農民の生活状況が中国全体の生活状況を最もよく表している。 農村の発展は中国共産党が提出した三歩進む戦略を実現するための最大の挑戦であり、産農問題は当面の中国社会の顕著な問題たらしめている。東商平の旋風論に代表される都市と農村の発展の差を是認した政策により、都市と農村間の貧富の差を拡大させた。都市が経済発展する過程で農民から土地を没収する動きも、 経済格差を激化させた。ひとたび仕事や土地を失った農民は流動人口となり都市に出てきて生きようと考え、結果として産農問題は都市にまで波及したのであった。この悪循環により産農問題は中国全体にわたる社会問題になったのであった。行政の力量が加わり農業生産物の価格をコントロールし、 新政策を採用することで農民の最低収入は保障された。都市にいる農民校への差別を解決するには、農民校への職場を要求に適合した割り振りをせねばならない。農村に対して産業化の調整が進められ、合賃企業を創業させることで農民の就業問題の解決を図ろうとしている。また、症状沈化を推進することで農村の 過剰労働力を都市で吸収しようと図っている。ありがとうございます。